近くで、あかん、よくないトレイ動くだろ。無理ですか。もういや、まあ、ありがとうございます。今日ね、さっきピューって抜いていた時に、あ、抜けへんのかな、あ、ひょっとしたら重たいから垂れてもうたんかなと思って。でも俺の前ももう詰まっとったから、詰まってあったもんね。まあいいわ、とりあえずもうこのまま行こうと思ったら、うん、横からこれ工事区出とったから、もう525で確認して。その前も1551とか、ええ、もう1回ね、去年の後ぐらいから、はい、今日は後ぐらいから17番乗ったんで、今日も1551ちゃんと来たんで、17番で強いじゃん、乗り換えてね、うん、ええ、乗り換えてくるから。そうですか、いや、ありがとうございます。いや、会社、住野の方ですよね。住野パンチさん、あ、パンチさんね。よ、あ、来てます。そうですか。あ、この やめてください。そんな綺麗な こんな感じでつけるんですか。みたいですね。あ、不思議ませんでした。立ってるんかもと思ったんですよ。中古なんですよ。そうですか。仙台将軍の、あ、そうなんですか。はいはいはい。でも北陸将軍旅してるんですか。いやいや、もうそうなん、もうね、だから横だらんで痛いな。いやいや、もういやいや、もう僕もこの機が乗ってましたよ。オートマですか。オートマですか。あ、ほんならあれ走ったらカキンってたまに言います。カキン。あ、じゃあほんならもうカメラマン任せます。あ、いいですか。ちょっとね、いいです。もうだって僕、いただきます。あ、社長の分の基本さん渡します。あ、でもどうぞ、それも渡します。嬉しいですわ。すみませんね、今ちょっとあのチンカス燃焼してます。チンカスって怒られるわね。ちょっとこっち、あ、やめてください。ナットさんに会いました。やっとこさ、待望に。よいしょ、おお。あー、いいな。綺麗な、やっぱし。やっぱり綺麗ですね。これ、社長にあげてください。あ、いいんですか。実はね、これ、まあ、プレゼントで、田中坊洋さんくれたんですけど、はい、くれた人いてるんですけど、はいはい、田中坊一応ここに、ぶら下がってるんです。あ、そうなんですか。いや、昨日もなんか、ね、寝ぼけ取ってとか言って、寝ぼけ上げてもらったら、言うてありましたもんね。あげてもらって、でもこれあれだよね、社長に渡す。あ、社長にね、ありがとうございます。まあ、僕はまあ、探し回ります。あの、だって100均とかで売ってるんじゃん。いや、怒られる。ダイソーで売ってるけど、なかなかない。ないんですよね。僕もダイソー見つけては、ここ入ってみようかって、無理やり入ったけど。これ社長、あ、いいんですか。いや、もうこれ社長喜びますわ。うわー、こんな。あ、落書きしてください。もう、中野先生様、名前言うたらあかんね。中様、お願いします。コージ君、あ、コージ君、ここ、おまたのとこ。あ、おまたのとこ、もちろん、もちろん。もう、言うてもいい。実際あの逆さでお山作っていただいたら、背中にだけ。ああ、そうですか。いや、もうできたらもう人と違うことやってもらった方が嬉しいんですけどね。マジマジ、うん、もうここにこういう風に書いてくれるんですよ。ここに書くと思われたやろ。ああ、いや、もうそれは頭に、うん、絶対あの白いところ期待してますんで。マジですか。はい。なんか、山田さんにまたご挨拶しとかなあかんから。僕もちょこちょこと行くんですよ。あの、あ、中国木材でもその時にね、うん、6677の人って初めてやから、ちょっとわからんな。6688やったら、ああ、山田さんやな、有名、有名やな、思った。やっぱりあれでしょ、ヘルメットやから、ここに、安全運転の上ではいい。あ、それいります。うん。まあ、たまに安全じゃない時もあるけど。まあまあ、どうしてもね。どうしてもね。よし、これここに。いいぞ。あ、ありがとうございます。まだこれ新品ですか？そうですよ。めっちゃ綺麗ですね。うん、だってずっと袋入ってたんですよ。これ僕この前あの常磐道の足立のパーキングで、はいはい、あの上げました。あ、上げたんですか。ほんなら今もうない状態で。またないんで、また購入してなかった。そうです。この間あの泉大津のところでそれあの僕の知り合いの人の分もこうだって、うん、これ本物ですよね。であのマレーシア言うたら間違いないですとかって。いや、やっぱり仲さんからああいう風に言ってくれるけど、ちょっと怒り気味で。なんもないでしょ、ちゃんと。いやいやいや、あそこで出てきた。もうこっちが本物って、もうほんまに。もうね、決めつけてますもんね。もう。いや、もう、中さんにもう、うちの会社の社長の分のキーホルダーまでもらいました。ありがとうございます。ほんまに、ありがとうございます。こちらこそほんまありがとうございます。忙しいところ泊まっていただいて、こんな俺の。忙しいのに。いやいや、こんなおっさん相手にもう。やったらこのまま名阪国道で帰るの？あ、もうカットで帰ります。いや、さっきあの亀山に入るってジェスチャーやってんけど、うんうん、
あ、でも、登り坂でヨタって消えていったから。ああ、いや、消えてたし、あれ、もうだんだん追いつけなくて、だから、あ消えてパワーダウンですよ。消えてもうた。パワーダウンですよ。ほんで、必死のパッチで、なんか追いかけなぁと思って。ほんなら、やっぱりね、この隙間のこの太陽からも、輝いてましたよ、足元が。やっぱりさすが中さんやな、もう目くらましのオタ思って。もう朝、東郷のパーキングでもう、やっぱり、メッキとは掘りだけ。やっぱり、もう、綺麗ですもんね、あんだけ切られて走ってあって、虫が一つもついてないもんね。いや、ほんまに、ある意味感謝ですよ。もう神さんに会うたような感じなんですよ、俺。なかなか会いません、もう。ようね、車庫の、うちの車庫の方は、まあ、ただ他にも。大阪でなかなか会えない。そうなんですよね。やっぱりどうしても大阪ではあんまりつまへん。ああそうか、関空はなんかちょこちょこ行ってたんじゃん。まずはあの車乗り換えて、まあちょこちょこですけどね。え、一回あの仙北道でもひょっと行かれたことあるんですよ。あ、見ました。うん、見ました見ました。あ、なんかあれも新しい車乗り換えてちょっと行ってる時やね。お稲荷さんだけ。ああ、ありがとうございます。それでしょ、そうです。とりあえず、あんまり落書きしてもあれなんです。ああ、いやいや、してくださいよ、してくれた方が。いや、してくれた方が。これぐらいにして。もう、いや、もうこれを、もう守り神として。もう、いや、僕もちょっとね、YouTube の方では言ってないけど、入院明けなんですよ。ああ、Twitter の方でも。病み上がりっていうことですか。そうそうそう、入院しとって。いや急になんかほんと倒れたらしいんですよ。頭打ってあんま大きなこと言われへんけど、頭蓋骨割れて、ね、中ちょっと雲真っ赤みたいになって。大丈夫、全然大丈夫なんですよ。でも前回、ああ、ありがとうございます、はい、あ、いやー嬉しいな、こんな感じで。コージー君360度、ああ、ありがとうございます。ああ、もう目が回る、はい、やめてください。ありがとうございます。あ、これマジック僕のです。あ、そうです、はい、もうそんな高いのはいいですわ。もう、はい、ありがとうございま す, います。これぐらいしかできませんけど。いやいや、あと中さんですね。俺も新人だけ取らせてもらって。あ、全然いいです。はい、ツイッターの方にあります。これ田中坊にも落書きしておきますわ。あ、いいですか。田中坊に。これあの佐藤社長って書いてくれます。佐藤社長、普通に佐藤でいいんですか。はい、そうです。はい、わかりました。甘い、はい、変えてきます。佐藤社長、佐藤社長、ちょっと待って、これすぐ字間違えるからな。よし、じゃあ佐藤社長、最近だんだん田中坊に字書く上手くなってきてる。またダイソー巡りせなあかん、週末。佐藤、あ、全然取ってください。佐藤社長、 A でいいですか。あ、もういい。やっぱ A は変に点々ですよね。あ、はい、大丈夫だ。あ、真剣に変えてます。ちょっとバグバグして声かかるかちょっとすいません。いやもう雲負け出血で倒れてやめてください。ほんまにやめてください。ほんまなんか僕結構ね、こう見えて一生懸命仕事してるんでね、なかなか。いやしてますやんか。いや意外とね、遊んでるように思うでしょ。意外と一生懸命ない。でも時間作るの大変でしょ。いろいろ言ってる編集があるから。いや全然、僕動画撮ったまま上げるから。あ、ちなみに僕車買い替えたら知ってます。あ、知ってます。ワンワンあるからルーク、ルーク。そう来ました。あれからその時間がなかった。うん、はい。ああ、いいです。乗り換えたんですよ。また見てください。いや、もういいかなと思って。もういいかな。ぼちぼち。いや、俺ほんまもうこの田中坊に落書きするめっちゃ上手になってきた。あ、いやいや、もう全然ね、手のひらをちゃんとあの下回りにして。もう上手っすか。こんなんで良きですか。あ、よろしいですよ。もういや、もう社長。2020年9月の何日ですか。9ですね。9。あ、コージ君にも日にち変えておきますわ。ああ、ありがとうございます。ここは亀山パーキングエリア。よっしゃ。はい、今から、はい、お客さんで
荷物、あ、今からなんですよ。カメラ任せます。あ、はい、ちょっと待ってください。マスクつけたんで大丈夫。あ、いいです、もうこんなもう、記念になりますよ。2020年、はい、はい、99ですね。99です、そうです、もう何かと縁があるんですが、99に亀山、はい、いや今日もいつも滋賀の方から天ヶ崎来てるね、はい、伊佐さんっていう人があのツイッターのフォロワーさんになってくれてるんですよ、はい、僕の、うん、ええことがあるように、ご安全にいう感じで、はい、うん、返してくれとってツイッターで、はい、うん、ええことありましたわほんまに今日僕にあってそういうと思いましたよ、はい、何よ何よ、はい、ありがとうございます。あ、もういっぱい書いていただいて、コージ君とか中木さんのここにな、もう K がつくね、わかります、それ、そうそうそう、それね、申し訳ないです。大丈夫です、なんかティッシュかなんか持ってきましょうか。大丈夫です、はい、OK、あ、こんな感じで中様に、はい、やってもらいました。中だけでコージ君に書いた初めてです。あ、いやいや、もう嬉しいですわ。コージ君高いから、高いもん、700の名前だ。コージ君、僕どこや、仙台と、うん、ほんでから福島の方と、はいはい、ほんでから福島の方では埼玉の人やったけど、はいはい、たまたま埼玉の勝負パーキングで、はいはい、浩司君ばらまいてきました。ああ、まあ結構人気ありますもんね、東北の方言ったら、浩司君欲しいなとかで、ツイッターでもちょっと人気出てきて、そうでしょ、だから浩司君とか田中もどこで売ってるんですかっていう人も結構多い、やっぱりですね、うん、だから、うん、ちょっともうほんまにどうしても手に入らん人にあげたいな、うん、ああ、なるほどね、田中坊でも捕獲してるんですけどね、はい、これはでもどこ探してもこれ田中坊ね、田中坊なかなか、うん、田中坊手に入る、手に入りません、あ、これね、あ、左の方、右手に指入れへん、ね、あ、ほんまや、あかんもん、あかんの、あかんは言わんとって、いやいやいや、あかんくない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 、おーかわいい、おーかわいい、かわいい、じゃあ佐藤社長に渡してください。佐藤社長、はい、やっぱりあれですか、作家さんに絵のもらいましたよ。いやいや、よう言いますわ、はい、いただきますよ。もう反対にこっちなも手土産なしでもうね、もう無理やり泊まっていただいたのに、また、手ぶらがいい、ほんまもう気楽でいい。いやいや、また大倉ロジさんの方から、はい、また仕事を回していただいて、いや逆に仕事を回してください。なんか滋賀方面に結構行きたい言うて。へぇー、じゃないですか。いや全然その僕聞いたことないです。あ、そうなん、なんか噂で言うとなんか滋賀方面、あ、ほんまですか、滋賀からなんか飛んで東北の方に行かれるって、そうですか、聞いたんですよ。あ、山ちゃんがね、ピアボでやる、まあ、また何かご縁があればよろしくお願いします。いやいやいや、もうじゃあ、もうありがとうございます。じゃあ、足蔵、写真撮れんの、足蔵、あの有名な足蔵、あ、有名、あ、ツイッターで貼る有名な足蔵、足蔵、はい、足蔵です、はい、お願いします、はい、カシャン撮りました、はい、チーズ、はい、チーズ、じゃあ、中井さん、ちょっとお願いします。あ、はい、僕でよかったら、どうぞ、はい、一緒に撮ってください、一緒に撮ってください、一緒に撮れたら僕に任せてください、画面汚いんであまり、大丈夫、ボロボロないですよ、はい、もうちょい前来て、もうちょい前来て、はい、あ、もうこれで行きましょうか、はい、撮れてます、はい、チーズ、もうちょい人形上げてください、はい、はい、OK です、はい、やばいぐらい撮りましたよ、 ありがとうございました。多分俺朝やから目開いてないと思うけど、いやいやいや、パッチリと思う、パッチリ開いてました、いえいえ、そうですか、じゃあ社長にもよろしくお願いします。ありがとうございます、もう GA と言います、あ、GA さん、はい、じゃあちょっとトラック一周、車一周点検、あ、今燃焼中、燃焼中、自家発電しております、あ、燃焼終わりましたね、シューン終わりましたね、行っちゃいました、うわー、これやめてください、これやめてください、歯止めぐるぐる、今これもしかして YouTube 上がる、上がる上がる、これ普通歯止めってこう、みんなこうやってこうやるやん、これあのスラップで、うん、メインが女性席のあるからや、あ、乗ってるんですよ、あ、そういうことで、いや、これ一回一回ほどくん大変やな、そうそうそう、だから僕あくまでも持ってるよっていうのを示そう、ね、あれ、俺ちょっと今聞いてたけど、これ鉄やほどだ、アルミやん、あ、一応道具はみんな持ってるんですよ、アルミやったらこれ、あ、まあ、やめてください、あ、頭痛い、あ、やばい、クラクラしてきた、眠いしてきた、でもこれ磨き心地があるな、あ、もうちょっとね、今日この間やってあったよう、ね、にペーパーとかもこうやって、いや、ペーパーはあ、やめたほうがいいですか、ペーパーはあれは後悔する、あれは後悔する、俺 YouTube で見た、もうでももうめっちゃあれ綺麗になりましたけど、いや、もうこれもうまあいかにも中華、あ、まあ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 、いえいえ、ここまだ前の会社の看板、あ、いや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 ね、いや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 ね、ですね、いやいや、です。北陸で走ってあったみたいな。やっぱりチェーンでかいわ。やめてください。あ、恥ずかしい。社長恥ずかしいわ。いえ、もう。もうでもぼちぼち新車入るんです。新車は多分そこ余裕でもせんよ、これないですから。ほんまですか。じゃあもうこれでもうどんどん稼いでください。あ、もう稼がせます。もうどんどんお願いします。言うてもサラリーマンですからね。ですよね。いやいや、僕もサラリーマン。あ、そうなんですか。僕もリーマンですよ。はい。
リーマンです。もう具合がかなりいいんやろうなって思いながら。いや、でも一緒ですよ。いやいやいや。もう全然一緒ですよ。サラリーマン。ちゃんと磨き心地はあるけどね。アルコアやのに、なんかテッチ、テッチみたい。いや、ちょはい。変な汗出てきた。よう言いますわ。あれ、トラックの中ひょっとして男の城的ななんか。いや、もうそんなエモなんか、ただ汚いゴミがいっぱい乗ってるだけです。ですね、ゴミだらけですね。ゴミだらけです。だからやめておきましょう。それはちょっと、いやいや、もう。なんか変な趣味になってって怒られますよ。いやいや、大丈夫です。はい、ここ穴、ここ空気抵抗こうシュッ、そうそう抜けるように ね抜けるようにね、もうなんかここによう虫が遊んでますわ、ね、いやいや、ここにジョアとか掘り込まれるんですよ。そうそうそう、ジョアたまにマグネだとマグネとかじゃ投げてくるな。それどうすわ。あ、ここやっぱりこんなんなんや、やっぱり、こういう風についてんねや。そうですか、 OK です。じゃあ本舗なんかぼちぼち行きます。実はね、ゆっくりできないですよ。あ、いやいや、分かってます。またよろしくお願いします。よーしゃべるな。で、名前なんていうの。あの、松浦と言います。松浦さん、ツイッターでは運びって、あ、言ってます。運びさん、あ、運び、背伸びみたいな感じ。あ、そのような感じで。また同じ、あとで見ときます。ね、しんちゃん、クレヨンしんちゃんの方からなんとかビーとか言うてましたでしょ。あれからもう箱をビーで、ごめん、クレヨンしんちゃんビー消しちゃう。俺もビーねんけどね、チビから来た。あ、そうなんですか。じゃあ箱ビーで、カタカナで、え、カタカナ、ひらがなで、ひらがなで箱ビー、はい、了解です。じゃあまたあの時間あるとき見ときます。すいません、ちょっとツイッターもなかなか DM いっぱい来て返せへんで、ほんま、すいません。あの時たまたま返してくれたから、あー、よかったー。ほんまですか、なんか返したっけ。うん、あの、名阪でスライドした時にね、あ、はい、違う車乗ってあって、あー、あれ、今日はあの車ちゃうんですか。いや、今日は17番です。あー、ほんまですか。ほんなら俺人違いでしたーっていうことで。あー、そうですか、そうですか、すいませんね。いえいえ。じゃあ、ほんなら本番なんかぽちぽち行きます。お忙しいところ、ほんまに。お疲れ様です。じゃあ、最後のあれなんていうか覚えてます。最後ポチッ。ああ、せーの、はい、ポチッとな。なかなかせーのでって言わへんで。はい。